ウラジーミル・ダビドビッチは、12世紀半ばのチェルニゴフ公で、ある。チェルニゴフ公、ダビドの子。1139年、キエフ大公、ヤロポルクの死後、キエフ大公の位を請求する、いとこのフセボロドを支援し、それによって、チェルニゴフを得た。1146年に、フセボロドが死ぬと、ペレアスラブリ公、イジャスラフを支持し、共に、 ノブゴロド・セベルスキー公国からソビアトスラフを追放した。しかし1147年にはソビアトスラフは同盟者のユーリー・ドルゴルーキーの支援を得て、ノブゴロド・セベルスキーを奪還し、ノブゴロド・セベルスキー公となった。ウラジーミルはクルスクを保持していた。1148年、イジャスラフがチェルニゴフに干渉した。チェルニゴフ公ソビアトスラフとの間の講和会議は不調に、 終わり、戦いは避けられないものとなった。1149年、ノブゴロド・セベルスキー公、スビアトスラフの支援を受けたユーリー・ドルゴルキーがキエフを落とした。この時ウラジーミルは中立の立場を取っていたが、ウラジーミルの弟のイジャスラフは、キエフ大公イジャスラフの陣営に着いた。しかしユーリーはこれに不満を持ち、ウラジーミルからクルスクを奪うと、 ノブゴロド・セベルスキーコースビアトスラフに与えた。1151年、キエフ大公、イジャスラフと、ウラジーミルの弟のイジャスラフが、ユーリーを攻め、ウラジーミルは、ユーリー陣営に就いた。しかし、同年5月12日ルーチ側の海戦において、ユーリーは敗北し、ウラジーミルは殺された。遺体は、弟のイジャスラフによって、チェルニゴフに運ばれ、 旧制主大聖堂に埋葬された。年代記の記述によれば、ウラジーミルの妻は、ポロベツ族の地に逃げ、ポロベツ族長バシコロドの妻となった。1159年、バシコロドは2万人のポロベツ軍を率い、ウラジーミルの弟のイジャスラフの援軍として、ベルゴロドに到来している。妻は、グロドの子をセボロドの娘。子にはスビアトスラフがいる。25 65ありがとうございます。